これで畜生、まあ、竜も畜生なんですね。これは動物たちの世界です。しかし必ず人間によって捕らえられたり傷つけられたりする世界がこの畜生の世界で、下から上から3番目の修羅というのは常に戦争ばっかりしている世界。そしてこれが人間界でございます。人間界でも必ず命を終えていかねばなりません。そして命を終えていく私たちの体というのは不浄な姿、美しいけれどもだんだんと腐乱をしていって、そしてしまいにはね、腐って白骨となっていく。そして私たちの人生というのは楽しいこともありますけれども苦しいこともたくさんある。かわいいかわいい我が子には詐欺ただれるようなこともあります。そして自分のお母さんを亡くしたこの子供、下には白い犬がいて上からはカラスが狙っております。無常なのが私たちの人間界。そして戦もある、火災に遭うこともあります。思い通りにならないのが私たちの人生でございます。そしてこれは天界の様子、天女の様子でございますけれども、天女でも思い通りにならないことがあります。その一生を終える時には五水の苦しみといって、地獄よりも苦しい思いをする。実は今の日本というのはそういう五水の苦しみにあるんじゃないかなと思います。